こんにちは、カイチです、キングダムニューランツやっていきます。皆さんお帰りなさい。冷静に見直してみるとですね、ポータルは左側にあと2つと壁、右側はポータルが1つと壁ということで、まあ、ようやくこれで折り返しですね。全然まだまだこれから激しくなるんで、はい、わかりなさい。お、全然無傷。あ、お、右側から、おお、左側にリベンジが行って撃墜したって感じか。ちょっと被害状況を見に行かないと。秋かそうか、ちょっと急がないかんか。連チャンで行く、行っちゃおうか。何にも考えなしに。よし、ということで早々なんで引き続き行きます。お、下がってきた。おお、頑張っとる。撃退、いいっすね。ほら、そのコインは待て。あ、いいね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 。あ、見たいな、特に右側が見たい。よいしょ。ちょっとね、クマさんあかんわ。こういう移動に関してはほんとダメだ。さあ来いよ。左側に行ったのかな。開発しちゃう。ここか。ほい。さあ大工さんお願いしますよ。1日しかないからね。よし、結構減ったな。半分以上減った。どうしような。左を固めてもいいし。なるほどね。お、ついに壁だよ壁。もうちょっとだな。40日かな。騎士兵を増やすとかして、そっちの方で防御力というか攻撃力を上げていこうかな。おお、やっぱ楽勝だね。壁か、壁作っちゃう？作っちゃうか。まあ、刻んだ方がね、こう全体的な耐久力が上がるんだね。問題ないです。ブラッドムーンかな。ブラッドムーンは来てほしくないな。できれば敵ポータル壊して落ち着いてブラッドムーンで領地広げるっていうのがいいですね。しまったな。マジか。いいねいいね。 UP 見たかったよ。うわ、やっぱり優秀。もう、もう全然問題ない。正体いるね。あ、お腹いっぱいなんだ、すげえ。よし、で左側はリーチですね。左側はこのポータルを破壊すると、もうあと壁だけになります。で、まあ、ありがちなのがもうこのくらいになるとゴーストが出てきたりするんですけど、なさそうですね。まあ、すぐ落ちるでしょう。余裕余裕。あの、ゾウにも2日分入れといたんで、早っ。2日
日目の登板でこのリベンジアタックも持ちこたえるはずです。はい、じゃあということで今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。